来ました、レジェンドレア出ました、スペースカミングフォーゼプログライズキーなんとゲット。ガンダマス、みんなこんにちは。今日はガンバライジングバーストライズ03弾が1月9日よりスタートして、それにね挑戦してきたので紹介していきたいと思います。今回第3弾で始まりましたよ、スペースカミングフォーゼプログライズキーゲットキャンペーン。で01になってからカードだけね01弾02弾と買ってきたんですけれども、今回ねせっかくなので03弾稼働初日に行って、もしゲットできたらスペースカミングフォーゼプログライズキーもゲットしていたいなと思って調整してきました。でね、欲しいカードね、こちらもちろんこれですよ、仮面ライダー01シャイニングアサルトホッパーのレジェンドレア、この黒くてねキラキラしたやつね、これとフォーゼもありますね。で仮面ライダーオーマジオ2019トキワ総合っていうカードね、これがゲットできたら最高なんですけれども、これがゲットできなかったとしても、普通にねシャイニングアサルトホッパーのレジェンドレアとかね、アサルトウルフのレジェンドレアとか、あと 1000% サウザーのレジェンドレア、あとねこれゲットできたら最高だなっていうのを1型ね、1型ロッキングホッパーのレジェンドレアです。その他にもねレジェンドレアあるんですけれども、まあね01のねものがね欲しいなと思っておりましたが、とりあえず今回どんなものをゲットすることができたのでしょうか。スペースカミングフォーゼプログライズキーの結果の前に、まずはカードどんなの出たか見ていきましょう。ガンダマス、今回ゲットしたカードこちらになります。20枚だとこれぐらいの厚さなんだね。でカード出た順に紹介していきたいと思いますので、まだね見てないんですけれども、これ出たまんま重ねてきたんで、表とか裏とか全部多分バラバラになっておりますが、これはねリアルな感じをね伝えたいので、初めて見ます、これからねよろしくお願いします。ではいきますよ、もう分かっておりますが、バルカンアサルトウルフですって。ということでまず最初もねバレているんですけれども、表面から見ていきましょう。はい、1枚目は仮面ライダーバルカンシューティングウルフ、はい、こんな感じになっております。で裏側はねこんな感じです。かっこいいね、表がシューティングウルフ、裏がアサルトウルフなんだね。1枚目はこれでした。2枚目、もう分かってますね、ジオーデス、おっとキラキラ輝いております。2枚目はスーパーレアです。あれ、あ、ディケイドジオ、ただのジオじゃありませんでした、ディケイドジオでした。はい、こんな感じです。裏面はこんな感じ。では3枚目はこちら、あ、来ましたね、 1000% 仮面ライダーサウザーです。今回バーストライズ03弾ではサウザーとね戦えますので結構楽しかったよ。裏側こんな感じになっております。今回遊んできたお話ね後でしていきます。それでは4枚目、お、4枚目いいんじゃないですか、あ、しかもキラキラしてます。4枚目は仮面ライダーバルキリーライトニングホーネットスーパーレアです。うん、白押しがキラキラしてる。で裏側ね改めて見ていきますと、こんな感じになっております。では5枚目、じゃん、お、反対ですね。おお、仮面ライダーブラック RX ノーマルです。裏側はこんな感じになっております。では6枚目、あ、裏側になってるね。6枚目はこちら、仮面ライダーゾルダノーマルカードです。え、これ僕わかんないんだけど、わかる人いる？でもコメント欄にないんだっけ。はい、裏側はこんな感じになっています。仮面ライダーはね奥が深い、勉強が必要ですね。では7枚目はこちら、またまた逆さま。7枚目は仮面ライダーエグゼイドゴーストゲーマーレベル2エグゼイドさんレアです。少しだけキラキラしています。はい、で裏側はこんな感じ、こんな感じになっております。
では8枚目じゃじゃん、逆さま逆さま仮面ライダー残月新メロンエナジーアームズ、こちらもレアになっております。ちょっとだけキラキラしてる裏側はこんな感じになっております。9枚目じゃじゃん、これもひっくり返っててさらに裏側、ああ見えちゃう見えちゃう。9枚目はこちら仮面ライダーネクロムノーマルです。裏側はこんな感じになっております。そんじゃ10枚目も見えてましたが、キリアさんです。仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル1ノーマルです。キリアさんだね、いいねいいね。で裏側ははいこんな感じになっております。レベル3になってるね、チャンバラバイクゲーマー、はいこんな感じです。ここまでで半分ですね。では11枚目じゃん、おここに来てきました、初めてカンボライジングの機械から01のカードゲットです。仮面ライダー01ライジングホッパー、はいはいはい、あ一応レアなんだね、少しピカッとしています。では裏側ははい、お裏側なんとシャイニングアサルトホッパーになっています。はいこんな感じです。じゃあ12枚目はこちら、あれこれかぶったんじゃないんですか、かぶってしまいました。仮面ライダー残月神メロンエナジーアームスでした。じゃあ13枚目はこれまた後ろでひっくり返って、おーおーおーおおいいんじゃないですか。13枚目仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル2ノーマルです。タイガさんだね、裏側はこんな感じ、レベル3になってますね。14枚目じゃん、お逆さま仮面ライダーバロンバナナアームズノーマルです。裏側はあ次のカード見えちゃった、裏側こんな感じ。それじゃあ先ほどちらっと見えてしまいましたが15枚目はこちら、やったやった01結構出るね、仮面ライダー01フリージングベアレアです。ちょっとキラッとしてます、これは嬉しいですね。裏側は見えちゃうからこっちにしてひっくり返そう、はい裏側はおなんとバイティングシャークになっています。そんじゃ16枚目じゃじゃん、16枚目は仮面ライダーディエンドノーマルです。後ろ側はこんな感じになっています。残りあと少しだね、ではいきます。17枚目はこちら、おっとえ光ってる、えこれってきたレジェンドレア出ました、しかも仮面ライダー王者、すごいこれが出るのはなんかなかなかいいんじゃないですか。もちろん01が欲しかったんですけど、まさかこんなねレジェンドレア、初めてのレジェンドレアは王者でした。はいこんな感じのかっこいいカードになっています。見えますかねこの辺とか、王者って書いてるとこが白押しになっていて、でやっぱりねレジェンドレアなのでコロシオみたいにねここねほらこんな感じにもなっています。とってもかっこいいレジェンドレアで、裏側がはいこんな感じになっています。わーわーおー、では残すところあと3枚です。レジェンドレア1枚出ましたがまだまだ出てほしいですね。では18枚目どうだ、あらららら、らいいんじゃないですか。ノーマルではありますが仮面ライダーウォーズ銀河ファイナリーウォーズさんですね。後ろ側はよいしょこんな風になっております、銀河って書いてる、あーレジェンドレア来てください来てください、あの黒にねキラキラしたやつ欲しいです。それか1型が欲しい、いきます。19枚目はこちら、あバルカンか、バルカンか、しかも裏側だからね、ひっくり返して、あれ？なんかすごい、なんかすごいよ、ピカピカしてる、これは何？キャンペーンか、まあいいか、でもキラキラしてる、ね、まあ、よしとします。はい、こちら仮面ライダーバルカンシューティングウルフ、この辺がね、鏡のようにね、シルバーでね、光っておりまして、蛍光のね、黄色とか、
黄緑とかがすごく眩しいカードですね。はい、こんな感じです。では後ろ側はさっきもちらっと見えましたがこんな感じになっております。では最後の1枚はこちら。あら、最後の1枚でかぶるんかいって感じですね。仮面ライダーネクロムでした。スーパーレア2枚、レジェンドレア1枚、キャンペーン1枚が出ました。今回はね、なかなかね、ゼロワンものが多くゲットできたので良かったなと思いました。僕的にはかなりいい感じでございました。普通のレアもね、何枚かあったよね。良かった良かった。で、今回ここから本番ですね。スペースカミングフォーゼプログライズキー、なんとゲットできませんでした。できるわけないよね。2000しかかけてないんだから。まあでもビルドさんの時出たからさ、まさか出ちゃったりしてとか思ってやったんだけど、やっぱりダメでした。でもでも、もともとねゲットできないもんだと思って言ってたので大丈夫です。へこたれちゃいないよ。それにね、今回しっかり遊んできました。1回だけ遊んで、残りはねカードただ買ってきたんだけれども、1回はしっかり遊んできましたよ。で今回ですね、僕が使ったカードはメインでね、真ん中で使ったのはテレビくんの付録の仮面ライダー01シャイニングホッパー、それから右側の方はこちら、仮面ライダーエボルブラックホールホーム。これは何だろう、中についてたのかな、ガンバライジングのファンブックについてたのかな、このエボルのカードを使いました。でもう一枚はじゃじゃーん、こちらのナイトローグを使ってきました。ナイトローグと、本当はブラッドスターク使いたかったんだけど、これと同じ感じのブラッドスタークのカードどっかやっちゃって見つからなくってね、これを使ってきました。で、アイテムもしっかり使ってきましたよ。それはこちら、クローズビルド缶。ナイトローグに使ったんだけど、ナイトローグのお助けとしてクローズビルドがやってきたんですよね。ただのビルド好きっていうね、IC カードとか特に作っていないので、今度ね作ってしっかりやっていこうかなと思いました。で、今回使ったカード裏面見ていきましょうか。ナイトローグはこんな感じです。シャイニングホッパーはこんな感じです。エボルブラックホールホームはこんな感じでした。でね、キャンペーンフォーゼのプログライズキーだけじゃなくってまだあります。1月の11日から小学生以下限定で超豪華ガンバライジング始めようセット無料プレゼントっていうのが始まります。カードなくなり次第終了なので、欲しいなっていう人は急いで行ってきてください。で、もらえるものっていうのがちょっとガンバライジングのページから切り取ったんですけれども、こちら仮面ライダーゼロワンライジングホッパーのカード、それからガンバライダーカードです。こちらはデータセーブ機能付きです。そしてガンバライジングの遊び方っていうやつ1枚もらえます。数量限定ですので、1月11日からねゲットしたい方はぜひゲットしちゃってください。僕も行こうかな。僕小学生以下だっけ、行けるかな、行ってみよう。では今日も最後まで見てくれてどうもありがとう。この動画もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ガンバライジングバーストライズ03弾、マギアを倒して 1000% お兄さんをやっつけちゃってください。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。